こんにちは。マキモです。今回は、海外でプロサッカー選手になる方法を超具体的に教えたいと思います。僕の動画を初めて見た方もいらっしゃると思うんで、簡単に自己紹介させてもらうと、僕は大学卒業して、去年1年間、フィンランドっていうヨーロッパの国で実際プロサッカー選手として1年間プレーさせていただきました。SNS 活動をこう始めまして、TikTok とか YouTube を中心に始めまして、ありがたいことに僕の活動を見て、僕も海外でプロサッカー選手になりたいとか、どうやったらなれますかとか、その SNS じゃなくて実際に俺も海外に行ってプロサッカー選手になりたいなっていう話を、ありがたいことにたくさんいただきまして、はい。もうこの動画で全て、解説したいと思います。はい、解説チャンネルです、本日は。いつも僕は Vlog を中心に投稿してるんですけど、よかったらそちらも見てください。今回ね、日本に帰国してまして、僕の動画を見てくれてる方はやっぱ海外の生活だったり、僕が海外でプレイしてるっていうのを見たくて登録してくれてると思うんで、日本の Vlog がね、伸びない、見られない。僕のやっぱ日本の生活には興味がないと。ということでして、僕もこの期間を逆にうまく使って、そういう夢ある子供たちや、海外サッカーに興味がある子たちに対して、有益な情報をお伝えできればなと思って、今回動画を撮ってます。はい。ちゃんとね、台本を作ってね、マジでちゃんと伝えたいと思って台本を作ってるんでね。まずね、前提、僕はプロサッカー選手で去年プレーしたんですけど、僕自身、小中高、大学生まで、本当に無名の選手で、代表どころか、地区代表、県選抜も落とされて、大学も B チームでしたし、そんな選手でも海外でプロサッカー選手になる方法があるんで、その方法について、超具体的に、今日は僕が皆様にお伝えしたいと思います。結構いろんな方法があるんですけど、僕の中では大きく3つ海外でプロサッカー選手になる方法があると思ってて、1、エージェントを見つける。2、選手自身に紹介してもらう。3、トライアウトに参加する。この3つだと僕は思うんですけど、1つずつ詳しく説明していきます。マキモチャンネル。まず1、エージェントを見つけるってことなんですけど、ほとんどの選手はこれですね。エージェントを見つけて、そのエージェントさんが紹介してくれる国やチームに行って、そのチームの練習参加し、契約するっていう流れです。僕自身もそうでした。実際世の中にはね、エージェントをつけずに海外へ渡航して、自分の英語力とかで自分で交渉して、チームと練習参加して契約をつかむ選手もいるんですけど、なかなかそれも厳しくてでして、やっぱりチームとつながってるエージェントっていう、代理人ですね、がチームを紹介してくれる方が、やっぱ確率としては、契約できる確率としては高いです。今回具体的に話したいと思うんで、やっぱエージェントを見つけようと思ったらやっぱ検索すると思うんですけど、僕がおすすめするのは、実際に海外に行ってる人に連絡してみて、その人におすすめのエージェントを聞くっていうのが、めっちゃ大事だと思います。なぜかっていうと、やっぱ、エージェントさんに直接聞いたら、そのエージェントは、その自分の会社のいいとこしか言わないんですよね。自分の会社に来てほしいですし、来てほしいですから、はい。その点で言うと、実際に海外でプレイしてる人に聞くと、大体その人はエージェントを持ってて、他にもエージェントを調べていく中で、どこのエージェントが良かったとか、このエージェントはここがちょっと微妙だったっていうのを、忖度なく結構言えると思うんですよ。そのエージェントのいいとこも悪いとこも知れるっていう点で、実際に海外でプレイしてる人に聞いてみるっていうのが僕はおすすめです。それに、何人かにこうやっていろんなエージェントを聞くことで、そのエージェントのいいとこ悪いところを比較できるんで、とりあえず海外行きたい人は、その行きたい国でプレイしてる人だったり、行きたい国で募集してるエージェント、そのエージェント会社で契約している人に、今インスタだったり、ツイッターだったり、で、DM して聞いてみるのがやっぱいいんじゃないかなと思います。やっぱね、このエージェント選びってマジで大切で、本当にこれが、チームが決まるか決まらないか、めちゃくちゃ大事なんで、費用だったり、サポートの充実さとかを、本当多く情報を仕入れて選んでいくっていうのを、本当大切にしてください。これが一つ目ですね。じゃあ二つ目は選手自身に紹介してもらうってことですね。これは、実際にそのチーム、その国でプレーしている選手に、アポ取ってみて、その選手もやっぱエージェントだったり、そのチームの監督、ダイレクターとかと繋がってるんで、たまにね、いい日本人いないかとか、足が速くて、ドリブルが上手くて、背が高くて守備的な選手いないかとか、
まあ、こういうなんかお誘いというか、なんかいないのかみたいな軽く聞かれたりすることが、まあ、結構あるんですよ。だからそういった時に、まあ、友人だったりをこう紹介したりして実際にそのチームで一緒にプレーするなんてことはめっちゃあるんですよ。だからまあ練習参加はすると思うんですけど、その選手がそのチームで価値を上げてくれていれば同じ日本人っていうことで契約できる可能性がすごい高まりますし、まあ最初の段階ですごいポイントが高いんですよね。はい、そこがメリットかなと思います。現 X、 旧 Twitter で、まあ、募集してる現 X、 現 Twitter、 現 X が、まあ、たまにどこどこの国、どこどこのリーグの南部のリーグが日本人ミッドフィルダーを探してます、よかったら DM してきてくださいみたいな投稿してるサッカー選手とか実際めっちゃいるんで、まあそういったチャンスもあります。けどこれにはちょっとデメリットがありまして、まあ、やっぱ選手自体なんで、まあ契約交渉とかになる、やっぱエージェントを通してない分、まあ費用はかかんないですけど、その分、まあ契約交渉が英語できなかったら難しいとかありますし、まあ本当に契約できるのかとか、まあビザがちゃんと降りるのかとか、まあ給料もらえるのかとか、すごい不安な要素が結構多いんで、まあそこは、その紹介してくれる人との信頼度とかにもよります。ごめんなさい。はい。で、そもそも友達、そういう友達がいないといけないん で、実際もやってる、プレイしてる友達ってあんまりいないと思うんで、そもそもそういうコネクションを持ってないっていうのが、まあデメリットではあります。まあ、あと高いレベルになってくると、まあ、そういう募集はやっぱりなくて、ほとんどがオファーだったり、まあ、移籍だったりで、まあ、そう簡単に入れるチームはないと思うんで、まあそういったチャンスがあれば、すごいおすすめな方法だとは思います。はい、次。三つ目は、トライアウトに参加するですね。これは、まあ、国内でも行われてたりしますし、まあ、東京会場、大阪会場みたいに。まあ、多分、あるエージェント会社とか、斡旋会社がこう、主催してる、多分、トライアウトになると思うんですけど、まあ、それのメリットとしては、海外に行かなくていいってことですね。日本でトライアウトが受けれる。プラス、いろんな国の、いろんなチームの監督とか、そのスカウトとかが、1回のトライアウトでいろんな人が見てくれるんで、いろんな、言ったらいろんな国のトライアウトが1回で受けれるみたいな良さはありますね、はい、これに関しては僕は参加したことないんで、これに関してはあんま分かんないんですけどただこれのデメリットとしては、やっぱレベルの高いチームとか、まあいい給料を出してくれるチームっていうのは、やっぱそういうトライアウトにはあんまり参加しない傾向があると思いますし、まあいい待遇じゃなかったりっていう実際に話も聞いたことあるんで、まあそこはその人の判断次第かなと思います。ほら！まああと、参加費用がかかるってことですね。まあそのいいチームに入れる、いいチームの人に見られるっていう面からしたら、すごい参加費は安いと思うんですけど、そんなにいいチーム、自分が行きたい国のチームがないのに、この参加費を出してまで、まあ、行く必要があるのかって聞かれると、費用に対しての効果というか、なんか、価値っていうのはどうなのかな、と思いますね。まあ、選択肢がかなり広がるんで、いくつかオファーをもらうことができたら、結構選択肢は広がるんで、まあすごいおすすめです。これが3つ目ですね。はい。まあその他にも何個か、方法はあると思うんですけど、まあ僕みたいな無名な選手でも海外でプロサッカー選手になれるっていう点においては主にこの3つかなと思います。で、僕がめっちゃ伝えたいのは、日本人はマジで上手いです。僕も海外行って思ったんですけど、日本人ってほんまに上手いです。まあ最近ね、日本代表が強くなってきて、日本人の評価もすごい上がってきてはいるんですけど、やっぱりまだ海外のチームには、まあ日本人の価値っていうのは認められてなくて、ブラジルとかヨーロッパのチームの方が、国としてのサッカーの価値はやっぱ高いわけですよ、まだ。けど日本人ってマジで技術力で言えば、もう世界トップクラスだと思うんで、大学生、僕より上手い選手もう死ぬほどいたし、社会人チームに参加させてもらったりしてて、もう僕より上手い選手なんかもう山ほどいるんですけど、まあ第一線からは退いていって、まあ、プロサッカー選手になるっていう夢を持っていて、まあ、慣れずに辞めていったりするんですけど、本当海外に行けばもうめちゃくちゃチャンスがあります、まあ、このプロサッカー選手の定義がサッカーだけの給料で生活していけることができれば、まあプロサッカー選手だと思うんで、まあ、そういったプロサッカー選手になるチャンスっていうのは海外にはめちゃくちゃあるんで、本当高校生、大学生、若い選手たち、海外にチャレンジしてみてはどうでしょうか。はい、本当ね、めちゃくちゃ楽しいんですよ。言ったらサッカーを通じて、まあ、留学経験みたいなのもできるわけですよね。まあ、僕が行ったフィンランドはあれ、英語圏じゃなかったっすけど、ほんとね、海外の経験ってね、
ほんと素晴らしいと思うんですよ。僕1年しか行ってないけど、こんだけ思うってことは、ほんと素晴らしいものだと思うんですよ。二度目。自分が得意なサッカーを通じて、まあ、ワーホリみたいな、留学経験ができるわけですよ。で、サッカーだけの生活で、留学ができる。まあ、プラス、そのサッカー以外の時間は全部自分のために使えるんで、勉強したいことがあれば勉強できますし、まあ、本当時間があるので、何でもできます。まあ、そこは自分次第だと思います。文化の違いとか、もう、何から何までも海外は全部違うんで、まあ、選手寿命もすごい長いわけでもないですし、本当若い時しかできないと思うんで、もう若い時にどんどん海外にチャレンジして行ってほしいなと本当思います。もう僕がおすすめするのは、自分の可能性をめちゃくちゃ信じてる方、海外生活がしてみたい、プロサッカー選手になりたいっていう方、サッカーだけでお金を稼ぎたいって方、ちょっと待って、親指から数えたけ、これこんなんなって日本でプロになれなくても海外でプロサッカー選手になって、まあ、キャリアを積んでステップアップして、まあ、いずれは J リーグまたは欧州五大リーグとか、そういった大きなリーグにステップアップしていきたいと考えている選手、まあ、こういった選手はもうぜひ海外サッカーにチャレンジしてみてはいかがでしょうかってことで、はい、僕の、はい、プレゼンは終わります。はい、今回は海外でプロサッカー選手になる方法、大きく分けて3つ、はい、紹介していきました。はい。まあ、僕自身ね、今は日本にいて、海外生活は載せてないんですけど、今後海外に行って、海外の生活だったり、海外でのプレーだったりを、バンバン載せていきたいと思いますんで、初めて見た方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい。まあ、海外での情報だったり、なんか気になることとかあったら、もう、ビシバシ教えてください。あ、どしどしか。どしどし教えてください。何かしらで僕に教えてください。今回はご視聴ありがとうございました。じゃあ最後に、みんなでプロサッカー選手になろう！